元 JR、イムップ、トベ合流ではっきりした滝沢秀明氏の野望ジャニーズ事務所とは全面戦争突入か元ジャニーズ事務所の副社長だったタッキーこと滝沢秀明、41の快進撃が止まらない。タッキーが立ち上げた新事務所、トベ、トゥービー、二元 V6 の三宅県、44、元キングプスメンバーの平野市二26、 と神宮寺う太ゆ25の介入が発表され世間を驚かせたばかりだが、今度はジャニーズ JR のインパクト大津をとして活動してきた佐藤真、影山拓也、横原祐樹、松井壮、椿康氏が、キ俊介、鈴木大河の7人が新グループ E、AP、IMP として飛べ、への合流が発表されたのだ。タッキーはここに来て腹をくくったようです。 もう誰も彼のことを止められる人間はいませんよ。いるとしたらあの世にいるジャニー北川氏だけでしょう。ジャニーズ関係者。多くの業界関係者がタッキーの電光石火の素早い動きに度肝を抜かれているという。確信犯ですよ。ジャニーズ事務所がジャニー北川氏をめぐる性加害報道で混乱しているのに常時、三宅と平野、神宮寺をすんなり加入させた。 当初はこの2組で様子を見ていたが、ジャニーズが何のリアクションも起こせないことを再確認したところで自分が手塩にかけて育てた元 JR のインパクトオーズをも加入させたんです。芸能プロ関係者。実はタッキーの野望はこれだけにとどまらない。今後も都米への介入を希望する、やめジャに、に対しては希望を叶えるべく対応していく方針を掲げているのだという。 有力視されているのは山下智久やキスマイフト2の北山博光です。また今後は錦木土良、手越雄也や赤西仁といったかつてのトラブルメーカーもタッキーが引き取るという話が芸能界に出回っています。今後もやめじゃにの流入は間違いなく続くでしょう。前での芸能プロ関係者。自分こそが北川氏の後継者。 このタッキーのやり方に震え上がっているのが現ジャニーズ事務所だという。しかしタッキーはジャニーズを辞める際、タレントの引き抜きなどは一切しないと念書を書いたと言われているのだが、辞めジャニーに関してはグレーのようです。今回、一気に3組が加入したことで流れが変わりました。しかし、現在のジャニーズのやり方に対し不満を持つジャニタレが自分の意思でトベに加入しようとした場合、 ジャニーズサイドは引き抜きだと騒ぎ立てることが予想される。一方のタッキーは内心、今のジャニーズに激怒している。敬愛するジャニー氏を守れないことに対する苛立ちに加え、自分こそが正当な後継者だという自負があるからです。また、これだけ多くのやめジャニーを生み出したことに対する責任の一部は自分にもあると思っているんです。だからやめジャニーを率先して引き取る。 もしも、現ジャニーズがタッキーを邪魔しようとしたら全力で戦うことになるでしょう。事情通。近い将来、多くのジャニタレが飛べに移籍する可能性は否定できない。そうなったらジャニーズ事務所の崩壊はもう止められない。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。